はい、こんばんは、青い彗星です。本日はですね、最近の気になるロレックス関連のニュースについてですね、動画を撮っていこうというふうに思います。私自身は今年の2月にですね、父親からロレックスをもらって、そこからまあロレックスに関してですね、興味が湧いてきたんですけども、まあ、それの結果ですね、最近よくツイッターとかで、まあ、ロレックス関連とかを検索してですね、まあ、いろいろニュースとか皆さんのツイートを見たりしてるんですけども、まあ、結構いろいろね、ニュースとか多いなって感じるところがあって、まあ、特に直近だとね、テレビでもニュースになってたんだと思うんですけど、中国人男性が中野のですね、ブロードウェイの駐車場で日本人男性を暴行してロレックスを奪った、それで逮捕されたっていう事件が起きたりとか、あと警察官がなんかね、空き巣に入ってロレックス奪ったみたいな、まあ、そういう事件がですね、ここ1ヶ月以内にまあ起きてはいたんですけども、まあ、そういうのを見て、なんか、いろいろこう起きてんだなっていうふうに感じるところがあったので、まあ、ぜひですね、僕なりにこう気になったニュースを、まあ、毎週1回ぐらいなんか皆さんにですね、紹介していきたいなというふうに思っております。で、今回今週気になったですね、ロレックス関連のニュースということで3つご紹介していこうかなというふうに思います。で、一つ目がですね、6月21日、昨日ですね、神戸新聞ネクストの記事なんですけども、記事の内容、タイトルがですね、偽ロレックスを88万円で店に買い取らせた疑いで男を逮捕という事件です。で、逮捕された男性は、売ったことは事実だが、本物だと思ったと供述しているみたいですね。で、これ逮捕された男性が、まあ、偽物と知っていたかどうかというところが非常にね、重要な争点になると思うんですよね。その、まあ、法律用語で言えば善意か悪意かっていうことになると思うんですけど、まあ、これ仮に、まあ、知ってて売ってればもうその人が悪いとは思うんですけど、知らなかったとなるとですね、これ売った側の人間の問題にも発展するんじゃないかなというふうに思いました。で、さらに言うと、買取業者、これ買い取って多分88万円をこの男性にこう一回支払ってんだと思うんですけど、その場でこう心眼の判断ができなかったっちゅうことなのかなっていうのはまず感じましたね。で、ここから感じたのは、やっぱ我々自身こう知らないうちに、まあね、偽物を買っていて、で、それを知らないうちに売って、逮捕されるみたいなことが今後起きる可能性があるっていうことですよね。で、なのでやっぱりその売る前にやっぱり専門店でしっかり鑑定してもらうとか、まあ、一度日本ロレックスにオーバーホール出して心眼を確認しておくっていうのが、まあ、自分の身を守るためにはですね、非常に重要なんじゃないかなっていうのは感じました。で、まあ、ちょっとね、最近実は妻がですね、メルカリでブランドバッグ買ったんですよ。まあ、私はまあやめとけというふうに言ったんですね。まあ、本人はもう正規店とかでも買ってるんだけど、明らかにまあこんなに安くていいのあるじゃんということで買ったんですが、まあ、案の定ですね、ひどい偽物が届いたんですね。で、まあ、奥さんも実はショック受けてて、もうこれね、鑑定してもらって偽物だったからその返品しますって言ったらっていうことで、まあ、実際に家の近くの買取専門店に、ね、持って行ったんですよ。そしたらですね、普通に買い値がついちゃって、まあ、びっくりしたんですけど、まあね、ちょっと嘘だろと、本当これも偽物だぞどう見てもっていう感じだったので、まあ、翌日か翌々日ですね、妻が銀座の方に数店舗を持って行ったんですね、鑑定しに。やっぱり偽物だという判定がですね、出たんですね。偽物という言い方はしないんですけど、その買い取りできませんとかっていうね、回答をもらうんですけど、でもそれでもですね、やっぱ一部の店ではですね、買い値がついちゃったんですね。ということもあって、まあ、ブランドバッグの話にはなるんですけど、なんかお店のそういう心眼をこう見極めるレベルっていうのも非常に落ちてんじゃないかなっていうことですよね。で、あとは環境的にも、その、まあ、ロレックスとか今ね、買い値が上がってて、その買い値というか、その売り値が上がってるので、利益が出やすいんだと思うので、買い取り店としても、やっぱたくさん買って、売って利益を出したいっていう、その思惑もあるので、その辺の判断結構甘くなってんじゃないかなっていうふうに感じるところがあります。なので、例えば、まあ、買う際も売る際もそうなんですけど、いや、質屋で買いましたから大丈夫ですって安心しないで、ね、先ほど言いましたけど、やっぱりしっかり、まあ、ロレックスだったら専門店で鑑定してもらうとか、日本ロレックスに持っていくとかですね、そういうことをやることが非常に重要かなと思います。
本当まあ損でね、まあ終わればいいと思うんですよ。まあ偽物買っちゃったねって、まあはははならまだまだマシですよ。これで逮捕されたら本当ね、身も蓋もないというか人生棒に振っちゃうんで、まあ、本当にですね、私自身もしっかり注意したいと思いますし、皆さんですね、ぜひご注意いただきたいなというふうに思います。で、二つ目の記事がですね、これはもう一週間ぐらい前ですね、6月15日の京都新聞の記事なんですけど、まあ、7点でナイフを見せ、ロレックスを奪うと。半グレ集団か、指示役の男を再逮捕ということで。まあ、これ自身はですね、去年の1月に京都市の質店に侵入して、経営者の男性を脅して、ロレックスを3本、計158万円相当を奪った疑いで逮捕というような、事件のようです。まあ、冒頭僕ですね、最近になってロレックス興味持ち始めましたと言ったんですけど、この記事見ると去年の1月なんで、もう最近とかいう話じゃなくて、やっぱりもうここ1年とか2年じゃなくて、やっぱずっとこういうロレックスっていうのはやっぱり狙われてんだなっていうのは改めて感じました。で、特にやっぱりテレビとかでもですね、そのロレックスが高くなってるとかですね、その正規店で買えなくて転売すると儲けるとか、ヴィンテージとかをね、オークションとかですごい値段がついてるみたいな話もあって、もう特にそれはさらにそのヒートアップしてるんじゃないかなと思うので、まあ、我々自身非常にですね、やっぱ注意しないといけないんじゃないかっていうのを改めて感じました。で、まあ、やっぱりその、じゃあどういう時注意するのかっていうと、まあ、僕自身もやってるんですけど、例えば帰宅の時とかですね、その電車から降りて家に帰る途中とか、やっぱちょっとやっぱね、後ろ振り向いてなんかつけられてないかとか、一応そういうのは気にはしてますね。で、その場でそのね、襲われなくても、例えばあいつロレックス持ってそうだと、まあ、電車の中で例えばですね、確認されて、で、後つけてって、で、後日ね、家特定して、空き巣に入るみたいなこともあるかもしれないんで、やっぱりその家を特定されないっていうのは一つポイントかもしれないですね。で、あとはやっぱりその夜外出する、一人で外出する際とか、当然注意しないといけない。まあ、つけていかないっていう判断ですよね。で、あとは、まあ、今は会食ないと思うんですけど、今後ですね、コロナが終わった後に会食 などがある場合にはですね、もうつけていくの控えるっていうのは結構ポイントかなと思います。やっぱりね、酔っ払って記憶失っちゃってね、取られたみたいなね、財布どころじゃなくてね、ね、時計100万円も取られたらもう最悪ですよね。で、あとは、まあ、当然酒飲んでたらやっぱこうね、腕締めつけてると嫌だからってことで外すみたいなこともあると思うんで、なるべくそういう機会、まあ、リスクをね、軽減していくっていうのも我々持っている側の人間の対策も必要かなっていうのは改めて感じた次第です。はい。まあ、こちらがですね、二つ目の記事でした。で、最後今日三つ目の記事なんですけども、これはちょっとロレックスだけではなくてですね、まあ時計含めたですね、まあ高級時計、という分野での記事になるんですけども、6月21日、まあ昨日ですね、PR タイムというですね、私も特に利用するサイトなんですけど、調査データとかを発信しているサイトになります。まあそこが出している記事なんですけども、クロノ24というですね、世界最大級の、まあ、高級時計専門店のマーケットプレイスがですね、まあ、世界のそういう高級時計市場調査に協力したというような記事があって、実際に調査したのはですね、世界的に有名なコンサルティング会社のマッキンゼー&カンパニーがやってるんですけども、まあ、その調査結果によると、中古高級時計市場というのは今後急成長するというふうに発表されたようです。まあ、これはもう世界レベルですね。で、調査の内容、データが載ってるんですけど、2018年以降の中古品ですね、中古品の売り上げの伸び率っていうのが3倍以上というような調査結果になってるみたいで、で、さらにですね、その、クロノ24の中の日本人ユーザーですね、で、見てみると、約6割の人が、中古高級時計をリクエストしていると。で、それ以外の4割は、まあ、新品とか未使用品をリクエストしていると。日本人がですね。ということで、このデータはですね、実はアジアで最多らしいということで、なので、アジアの他の国に比べると、日本人というのは新品とか未使用品よりも、中古品を求めているユーザーが、まあ、増えているというような調査が分かったようです。で、また他の調査結果でいくと、まあ、世代別の分析もあってですね、18歳から39歳、まあ、私も入るんですけども、若い世代が中古品をリクエストしているということで、それは全体の 61% を占めていると。で、さらに30歳未満、もっと若い世代ですよね。
30未満の方だと50歳60歳に比べて、中古品のリクエスト割合というのが高いということが分かったようです。まあ、これでいくとですね、やっぱ日本人の特に若い世代の中古品への興味関心というのが高いというのが、まあ、このデータから分かるんじゃないかなというふうに思ってます。でさらにですね、その30歳以下でリクエストが多かったのが、まあ、世界でいくと1位がロレックス、2位がオメガらしいんですけど、日本だと1位がロレックスで2位がオーディマピゲらしいですね。はい。まあ、こういうようなですね、調査結果も出てまして、感じたところは、まあ、私自身はですね、最初実は中古品に抵抗感あったんですけど、まあ、この記事からいけば、中古品にその若い世代というのは特に抵抗感があまりないんだなというのを感じたこと。で2つ目はやっぱり近年そのテレビとかでですね、アンティークとかヴィンテージの価値のまあ特集とか報道みたいなのが起こっているので、まあ、新聞記事もそうですよね。そういう面での興味関心というのが特に若い世代にも出てきてるんじゃないかということで、あとはやっぱりね、その100万円とか200万とかっていう高いものじゃなくて、もう安くて50万とかでもいいからいいものを買いたいっていう意識がもしかしたらまあ若者に強いのかなというのは感じました。まあ、その車離れとかね、言われている中で、やっぱりそうやって、安くていいものが欲しいっていう人が、もしかしたら、その今若い世代には多いのかなというふうに思ってます。で、まあ、個人的にはですね、この市場全体がこうやってね、特に中古市場、まあ、高級時計市場というのは成長していくっていうのは非常になんか喜ばしいことなかなとは思ってはいるんですけど、一方で、まあ、この中古への興味が国内で高まっていくということはですね、さらにもう買いづらくなるのかなっていうのはちょっと気にはなります。まあ、今でも めちゃくちゃ高くなってるなって感じはするんですよね。あの過去の雑誌とかを結構読むんですけど、もうで10万円とか20万円ぐらいで買えてたのに、今それが同じものだともう3、40万ぐらいになって倍ぐらいになっちゃってるんで、まあね、いいことではあると思うんですよね。市場全体が伸びるっていうのは非常にいいことだと思うんですけど、買う側の視点からするとちょっと辛いな、もうちょっと買いやすい値段になってほしいなっていうのはちょっと感じてます。で今これは実はコロナ禍がまだ続いていて、インバウンド需要がない状態でこれなので、この後またね、中国の方からね、観光客とか来てインバウンド需要が回復してくればですね、もう本当なんかね、予想もつかないような状況になるのかなっていうのはちょっと感じています。はい、ということで、まあ、今日はですね、3つちょっと気になるニュースをご紹介させていただきました。まあ、1つ目がですね、まあ、偽のロレックスを打って捕まったという話と、まあ、質店でですね、ナイフを見せてロレックス奪ったという事件で、あとは、まあ、世界的な調査で中古市場が伸びてて、特に日本の中では若い世代で、まあ、中古品に対する意識が強いというようなですね、調査結果があったという3つの記事でした。また来週もですね、まあ、1週間見て気になるニュースがあればですね、皆さんにご紹介していきたいなというふうに思います。はい、ということで、本日も長くなりましたが以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。